ほとぼりが冷めて記者もいなくなった時に、あのここっていうタイミングで僕電話したんですよ。はいはい、京さん大丈夫ですかみたいな、ごめんなみたいな、いろいろ心配かけてほんま後輩とかには面目ないなみたいな、そういうこうちょっと謝られて、はい、でバイトしてんねん。あ、そうなんや、あ、その情報知らないね。そうで、いろいろ金もあれだけど俺もとりあえずもう一からバイトしてんねんっつって、バイトやからちょっと今日今からバイトも行かなあかんねんっつって、はい、で今南川ええ調子やなみたいな、頑張れよみたいな、めっちゃいいこと言ってくれるんですよ、はい、でありがとうございますっつって、ところで南川お前まだ車買ってないよな。うせえ、タイムリープ、またタイムリープのきっかけ、そうですよねと思って、いや僕もちろん買ってないです、俺が買うから待っとけよって言った。諦めてない、諦めてないですよ、俺に車買うことをまだ諦めてないんですよ。恐らくなんですよ、僕一生車持てないんですよ。そんなことない。